はいどうも、はい、はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです、今日はこれです、今日はこれです。前にもやりましたね、前にも一回やりましたね、前にも一回やりました。生春巻きのような、生春巻きのような大会です。ありがとうございます。その前に本日ストロングゼロでございます。いただきます。生きた、いいね、おいしいね。今回は前回にも増してパクチー山盛りです。パクチーさんが山盛りです。パクチーさんが山盛りです。中身エビとかない、エビとかないです。チーズ、魚肉ソーセージ、あ、パクチーね、チーズ、魚肉ソーセージ、パクチー、ほんと山盛りだからどんどんこぼれてきます。パクチー、チーズ、魚肉ソーセージ、以上で、葉っぱ、なんとかレタス。これだから、シートがね、このライスペーパーがたくさんあったわけですよ。あのちっちゃいの、しかもちっちゃいんだよ。これもっと大きかったら、一個やってみようかなと思って、こうやってやったんだよ、これ。これも一個やってみようかなと思ったんだけど、こっち側は包みきれないし、という理由ですよ。そういうことなんだ。いただきます。うん、うん、うん、いいね、おいしいじゃないか。アボカド、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 もう入ってます、結構な量入ってます。うん、もっと大きいやつであれば、イメージとしてはこっち側の感じですよ。これがだとしたら、手前側のこっちに置いて、こうやってこうやってこうやってやるみたいな感じじゃないですか、きっと。きっとそうだと思う。それかこうだったら、こう斜めにしないで、こっちに置いて、こうやってこうやってこうやってやる、こうやってこうやってこうやってやる。そしたらこっち、こう棒、こんな感じの棒になって、あ、出てきた。でこっちがこうなるっていう、そういうことだと思います。アボカド出てきました。きっと正しい、あの形の作り方はそうなんじゃないかなと思います。うん、僕このパクチーとか香草系結構好きですよ。まあ好きですよっていうか、まずそもそも嫌いな食べ物がないですし、ああ今のところね、今のところ。食べられないっちゅうのはない。だから分からない。もしかしたらあるかもしれない、今後の人生。何かしら食べれないものが出てくる可能性だって、それは僕にだってあります。それは絶対ないなんて言って嘘になるのは、こうやったら難しい。嘘になるのは良くない、良くないっていうか、まあね、結果
遅いなっちゃうってこともあるかもしれないけどさ、でもさ死んだらごめんっちゅう話だしさ、それは。気持ちはあるんだけど、そういうことですよ。死ぬかもしれんから知らねえよっていう、そういう意味合いじゃないと思う僕は。死んだらごめんちゅうのやろうと思ってるよっつって、気持ちはあるんだよって。でももしかして何かの間違いでできなくなったらごめんねっていうことが死んだらごめんだと僕は思ってます。うん、このチーズと アボカドと当たってますよね。このクリーミー系というか2つ入ってるからすごい強いね、強力になってます。それで葉っぱだけじゃない、ちゃんと魚肉、魚肉、ソーセージも仕事をしていて、いいチームだ、いいチームだ。これちょっとこうやってからつけようと思ったけど、このまま行こうか。このまま行こうね、こうやって。僕は野菜とか葉っぱも好きですよ、本当に。まあ好きっていうかね、ああ好きですよ。これ嘘はない、この気持ちに対して。あその気持ち嘘はないです。ちょっと待ってくださいね、どうしてやろうかなと思ってんの、どういう風にしてやろうかなと思ってんの。これこうやってこっちつけてから、こう前の先生にやってもらおう。お、お腹なった、気持ちよくなってきた、気持ちよくなってきた。今つけたから、ありがとうございます。うん、うわ、やっぱり美味しいな。あーソースもちょうどなく良くなくなるわこれ。前回のと今回ので一瓶だね、一瓶なくなりました。前のやつから美味しいな、やっぱりね。こんな私はね、前の先生が好きなんだよ。パクチー出てきた、パクチー生まれたよ。よくパクチーは嫌いな人はね、カメムシの匂いがするから嫌だって言うじゃないですか。もうね、ああそっかと思って、そういえばカメムシってどんな匂いだったっけと思ってね、もう昔すぎて思い出せないの、カメムシの匂いが。でもよく考えたらですよ、カメムシの匂いがするから食べれないっていうことは、この匂い嗅げば思い出すはずなのよ。パクチーの匂い嗅いだら思い出すはずだったの。でもね、思い出せないの、
パクチーの匂いがいてもこれはパクチーの匂いだなってしか思わないの。これ不思議なことで、みんながみんな嫌いな口を揃えてカメムシの味がする、カメムシみたいな匂いがするって言うんですよ。言うのだったら僕がパクチーの匂いがいたら、あ、カメムシこの匂いだったなって思い出してもいいはずなのに、思い出さない、パクチーの匂いだとしか思わない。これは僕の鼻がバカになってるのかも、記憶がバカになってるのか。それあなた、木島全体がバカだからダメだよって言ったらそれはダメですよ。さあ反則で、今よりこう大変だから大変なんだ、好きだから好きなんだ、嫌いだから嫌いなんだじゃなくて、なぜ言うにとか、なんでだろう、じゃあなんで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 って、あ、じゃあこれだって、このポイントを見つけようとしてるわけです僕は今。今の話はいきなりまたその全体に戻っていったら、もうそしたら話がわからなくなっちゃう。仕事が大変だから辞めたいんですよって、何が大変なんだって、一個一個解決しようじゃないかと、学校楽しくない、何が楽しくないんですかと、一個一個、あ、原因をね確かめようじゃないかと、そういう話ですよ。そういうカメムシの話、カメムシの匂いの話、じいちゃんばあちゃんには父ちゃん母ちゃん、ご先祖様、ご先祖様じゃない、先輩方にはね、少しでも長生きしていただきたいと思ってますよ。それはだけど、ずっと生き続けてる、続けられるわけじゃない、そりゃそうだよ。僕なんか前も話したかな、あんま機械人間にしようかなっつって改造して機械人間にしようかそしたら生きるでしょ。そういう考えをしたことがあったんだけどね機械、いや分からんよ、できるようになるかもしれんからね、いやなってるかもしれない、とっくに今普通に喋って出会う人の中にもしかしたら機械人がいるかもしれんよ。実は世の中ではもうそういう技術が発達してる、いろんな技術が発達してるから、あとは要はその秘密を知ってるか、お金があるかないかとか、そこだけですから。ほらチーズ飛び出ました、チーズ飛び出ました。最後の一つとなりました。あ、アボカドも飛び出ました。おちょぼ口だから、うん、うん、溢れんばかりの道路が本当に溢れたよ、パクチーは何回も、いや本当にそうでした。葉っぱだけだよ、あんなほとんど葉っぱしか食べてない、こんなにものがいっぱいあるんだよ、こんなにもすごいね、うん、こんな緑色なんてそこらちょっと散歩したらたくさん見れるのね。その緑色で食べれるのと食べれない緑色があって、あんたこうやってお腹いっぱいさせて、うん、あ、よし
今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。